さあ続きましては、飛鳥先生、円盤屋の皆さん、こんばんは。スガシンと言います。スガシンさん、ありがとうございます。 9.11 や 3.11 などC側がこだわる11という数字にはどんな意味があるのでしょうか。毎月11日に何かあるのかと心配で仕方ありません。よろしくお願いします。確かにそうですね。 9.11、3.11、まあね、有名な話なんだけど、ホワイトハウスっていうのは、いわゆる星占いとかいろんなそういう連中をよく招集するんですよね。はい。で、まあ、何でもそうですけど、例えば星の位置とかね、連日いろいろあるんでしょうけど、自分にとってやっぱり都合のいい時期ってあるわけですよ、ね、占星術的にね。今でいう占星術って昔の占星術じゃないよ、今の占星術という言葉は割と星占いに近いからね、それで言うんだけど、やっぱりアメリカにとって都合のいい星の天体配置の方がいいじゃないですか。そうなってくると限られてくるんだよね。その11っていうのが割とね、ホロスコープ的にいろいろ考えてやっぱいいと判断してるんでしょうね。そうするとどうしても11に重なるんだけど、あんまり11にやりすぎると今度逆にアメリカがやってるっていう証拠になっちゃうから、その辺をうまくこれからやるんでしょうね。だから今なんか噂だったら 7.11 が危ねえんじゃないかって言ってる人もいるよね。そうですか。それは俺は可能性は、僕は基本的には否定しない男ですよ。何にせよそんなこと絶対ないんだというのは僕はうさんくさいと思ってる。危機管理の上から言うと絶対ないっていう資格が人間ごときに言えるのかってことなんですよ。それを堂々と言う人は俺は非常に高慢な人間だと思ってる、はい、高慢ちきも腹だし、はい、起きるかもしれないねっていう人は心柔軟ですよ。絶対起きないから安全だっていう人間ほど6年あったらいいね。その辺があるんで、 7.11 に限らず11っていう数字には、いわゆる比数学の上から言うとね、11といくと、足して2になるんだけどね、この2というのがまたちょっと中途半端な数字でね、そういう意味では極力悪い数字でもないんだけど、いい数字でもないんでね。だからちょうど裏返せばそういう数字っていうのは使う方にしたら逆に使いやすいような、どっちにでも使えるから。有名な話だけど、例えば東京タワーは333メートルじゃないですか、で東京スカイツリーっていうのは666メートルの数だったんだよ。ところが666って